正大です。今日はですね、妖怪メダルバスターズラムネに新しいやつが出たので買ってきました。妖怪ウォッチ妖怪メダルバスターズラムネ2。はい、というわけで今回妖怪メダルバスターズのラムネの新しいやつです。早速ね、ちゃちゃっと、ラインナップ紹介していきます。ラインナップは全部で12種類。今回のホロメダルは、コマジロー S、厄介とガシャドクロと、あと赤招きと白駒。まあ、今回のこの妖怪メダルバスターズラムネ2は、どちらかというと映画のメダルではないね。まあ、もともといたキャラクターがね、メダルになったような感じなんですけど。まあ、でもね、一応赤招きと白駒。まあ、一応隠しボスだったからね。まあ、そこら辺、よしとしましょう。それではね、早速開けていきたいと思います。今回4つです。ホロ出るかな？出てほしいね。1個ぐらい出てほしいね。それでは、妖怪メダル、オープン。ぽよ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 、ぽよ！あー、歌舞伎ロヨ。持ってるー。二つ目。それでは、二つ目、オープンで、ウィッツ、ぽよ。また歌舞伎ロイド？三つ目。これで歌舞伎ロイド出たら、俺ある意味すごいぜ。それでは、三つ目、オープン、ぽよ。お！ガシャドクロ。でも俺確かガシャドクロ持ってたような気がすんな。それでは、ラスト妖怪メダルバスターズ、オープン、ぽよ。うわぁ！老坊にゃん！というわけで今回この4つです。残念です。全部持ってた。まあ今回ね、持ってないの出たら召喚しようかなと思ったんですけど、召喚しません。妖怪ウォッチが好きだ！妖怪メダルを集めてる！という方はぜひ、妖怪メダルバスターズラムネ2買ってみてください。ここでしかゲットできないメダルがあるんです。多分。それじゃあまた会いましょう。バイバイ。